高井です。こちらの方の話なんですけど、 SEO に強いウェブライティング、売れる書き方の成功法則64って本なんですけど、ウェブライティングといってもコピーライティングのウェブ版っていうような感じの本なんですよね。ではコピーライティングが強いのかって言ったら、別にそういうわけでもなくて、コピーライティングで言えばこっちの本の方がまだ濃く書いてある。でもおそらくこれを読んだ、この本を読んだ人から言ってしまえば、もっと詳しく書いてほしかったなっていうようなね、本だったりもするので、それをさらに薄めてすごい薄味のになっちゃったのがこういう本みたいな。でも SEO って書いてあるよ、 SEO について書いてあるしっていうのであれば、 SEO に関してはこっちの本の方がさらに専門書だったりするんで、こういう本読んだ方がいいんですよね。だから全体的に薄めちゃってる感が強いんですよ。でパソナの法則っていうのもあるんですけど、事例とともにこういう本を読んだ方がね、まあ、あなたのためになるんじゃないかなって思うので、全体的にいいとこを詰め込もうとして、最終的により一層薄い味のね本になっちゃったっていうような感じがあるので、まあね、こういう YouTube の、ね、戦略本、こういう本みたいにより戦略的なね本であったら、私はもっと嬉しかったなって思うので、次回作に期待したいですね。それでは。Thank you.